1953年、早川義雄は昭和期の日本を代表するグラフィックデザイナー。それぞれに違う色彩と描かれ方の違うパーツからなる女の顔シリーズや独特の形態、配置から構成されるポスター作品などが特徴とされる。1917年大阪府に生まれる大阪市立工芸学校図案科卒。敗戦後、 百貨店の三越などの広告部のデザイナーを経て、グラフィックデザイナーとして、独立、以後海外の国際的なデザインプロジェクトなどに、精力的に関わる。デザイナーとして、今日では、伝説的とも言える斬新なポスター、広告を多数制作、戦後日本のモダニズムを表現し、一躍注目を集めた。1960年代以降は、 東京の企業ポスターや書籍の想定デザインを手掛け、その影響は日本のグラフィックデザイン界全体に及んでいる。毎日デザイン賞など受賞歴多数。晩年は東京アートディレクターズクラブ評議員、日本グラフィックデザイナー協会会員、国立国際美術館評議員会評議員などを務めた。リクルートクリエーションギャラリー G8、クリエイター。 はや <laughs> かわよしお http コロンスラッシュスラッシュ rcc.recruit.co.jp スラッシュ g8 スラッシュクリエイタースラッシュ yoshio.cha yakawa. ありがとうございます。